All right, 今ね、風の時代、風の時代ってね、なんか言われてて、ね、いい風が流れてるんじゃないかってね、思っちゃうんだけど、ちょっとお話できればと思います。Thank you so much for checking out this video. はじめまして。久しぶり。こんにちは。クリスと申します。僕はね、今アメリカのサンタフェ、ニューメキシコ州からこのビデオを撮っているんだけど、ちょっと今、風の時代、ね、新しい時代が来ているっていうことについて、実はね、申し訳ない。僕はちょっと風の時代のなんか霊能者、なんか専門的な霊能者ではないんですよね。だからこの200何十年の、ね、間でこうやって繰り返されてなんちゃらかんちゃらっていう専門ではないんだけど、間違いなく僕は、ね、あなたもそうだと思うんだけど、今時代が変わってきているっていうのが分かると思うんだよね。例えばどういうことかっていうと、昭和の時代っていうのがあったよね。まあ、ちょっとその戦争の後の時代っていうのは、ね、こうやって一生懸命働かないといけない。で、 できるだけ努力していい大学に入って、そしていい食事についてもっともっと努力して、そうするとやっと大丈夫になる、そうすると OK になる、認められる、自分の価値がそこで周りの人から、あ、頑張ったね、よくやったねってね、自分が結果にたどらないと、たどり着かないと、成功しないと自分の価値、あなたは認められないんだってね、それがなんか地の時代っていうか、昭和とか平成とか、また前の時代なんだよね。ね。で、今は風の時代、ね、今はリフトできるのね。あなた自身を最初に変えちゃうと、変わったあなたの行動は、ね、もっと努力して認められないと自分には価値がないんだっていう人の行動と違うわけよね。ね。最初に自分が価値があるっていうのを知っちゃうと、ね、その何年間も何年間も、ね、努力して、ね、好きなことを やりたいとか嫌いなことで生きていかないといけないんだっていう、そのライフからエスケープできちゃうわけよ。ね、わかる？だからその、ね、辛いことを仕事にして、でその後に結果にたどり着いて、やっと認められたんだっていうところにショートカットしちゃうわけよね。だからもしあなたがもう認められててうまくいくんだって、大丈夫なんだっていう状態、あなたには問題ないっていうのを本当に心の底から知ることができたら、ね、あなたの行動はどのぐらい変わると思う？明日から。どういうことかっていうと、例えばここにピアノがあるんだけど、これをあなたの人生の経験のレベルだと思ってもらいたいのね。だから僕が本当にグレー企業っていうか、大嫌いなことを仕事、辛い環境で仕事してた時は、このオクトブっていう生き方をしてたんだよね。だからこの時の一番幸せは、なんかお酒を飲んで、なんかあの YouTube 見たりとか、なんかネットフリ見て、でまた月曜日に仕事みたいな感じだったんだけど、今はもっと高い、ね、もっとキャンピングやったり、子供と時間を過ごしたり、奥さんと、ね、あの時間を過ごしたりとか、ね、こういう仕事をやったりとか、仕事自体も変わったんだよね。で、これはね、僕が、なんか僕の人生の経験で、低いところで生きることもできるし、こういう高いところで生きることもできるわけよね。ね、それはわかるよね。で、ちょっと考えてもらいたいんだけど、ま、時代が変わってきてるから、同じことをやり続けても、あなたがこの時代にシフトチェンジしないと、ね、今度結果がもっと悪くなっちゃうわけよ。わかる？だから平成とか昭和のね、後半とかね、平成とかでその辛いことを仕事にしていたっていう人がいるとしよう、ね、その人はどういうオクトブ、毎日どういうピアノを弾いているのかっていうとね、でこういうなんかちょっと低いオクトーブ、もっと低いかもしれないよ。わかる？でそれを毎日続けてるわけよね。
で、もっともっと頑張って、もっともっとこの努力を続けていったら良くなるだろうって、ね、たどり着けるだろう、この辛いオクトーブから抜け出せるだろうって思うよね。でも同じことをやっているから同じオクターブが戻ってくるわけよ。もっと頑張ればいいんだよって。もっと今はちょっとうまくいってないけど、もっとおそらくもっと努力すれば続くよっていうのが永遠に続くわけよ。ね、それ同じことをやってるからそれがあなたの世界になるよね。ね、ちょっと深いんだけど。で、今時代が変わっちゃってきてるから、ね、そのやり方が今時代と合わないのね。今の時代は本音で生きていかないといけない時代なんだよ。ちょっとこれ見て。ね、だから今あなたが力を握ってあなたの本音を隠して恐怖怖い、ね、あなたの本当の姿を見せたら破門される、周りの人から批判される、好きなこと、例えば40歳の、ね、女性の方がなんか夜の時間に好きな、なんかライフコーチングをやるとか、わかんないけど絵を描くとかイラストをやるとかウェブサイト作るとか動画作るとか何でもいいよ、ね、なんかペンダント作るとか、でそしたらなんか会社の人がすいません、それこの間インスタで見たんですけど、それマジ本当に雰囲気悪いんでやめてください、会社のイメージが落ちますみたいな、ね、でそうするとあなたは何をやっちゃうかっていうと、普通の人だったらね、あなたは分からない、ごめん、普通の人だったら、あ、すいませんって言って会社に自分を合わせるのよ、ね、あなたはこういう状態からもっとちょっと自然の音で今ね、もっとあなたの本音で幸せになろうとして、こういうなんかさ、こういうところからちょっとってやり始めてたわけよね。ね、それを見たここにいる人たちが、それダメだよって、そんなことやっちゃダメだよ、私悪いことが起こります、そんなことやったらダメですよ、そんなことで、自分でここを引き始めてたんだけど、自分でこのオクトーブに戻ったわけよ ね、ここがポイントなんだよね。パワーがここなんだよね。自分にパワーがあるんだよ。もう周りの人のせいにできない時代なの。自分でどのぐらいのパワーがあるのかってね、ピーター・パーカーがさ、アンクルに言われたでしょ、おじさんに、おいピーター、ね、ピーター・パーカーってスパイダーマンね、 With great power comes great responsibility、 あなたにはグレートなパワーがあるわけよ。でもう今風でね、吹っ飛んでっちゃってるから、今本当の自分のパワーが見れるようになってきちゃってるわけよ ね、だからこのね、今風が吹いてきてるのよ。でなんか昔のやり方っていうのは、飛行機もっとエンジンを強くしよう、もっとガソリンを飛行機に入れて風の中で飛んでこうって、バーッって、で今は時代が変わってきてるから飛行機の燃料がなくなったりとか、ね、飛行機自体なんか飛行機のエンジンのもののものがなくなったりして、でそれをもっと飛行機のエンジンとか飛行機の、ね、燃料とかそういうのを逃げ合って戦おうとすると、もっともっと低いところに行っちゃうのね。同じことを続けている、嫌いなことをやりたくないこと、ああまあしょうがないよねみたいなことをやってると、ね、今昭和の時代だったらそれが普通なんですなんだけど、今は時代が変わってきてる、このオクトーブが変わってきてるから、今度もっと低くなっちゃうわけよ。だから僕がみんなに何をしてもらいたいのかっていうと、ね、飛行機のエンジンを捨ててナウシカに、風の旅のナウシカ、欲しかったな今、ナウシカになってもらいたいわけよ。もうグライダーピーンって言って、ピーンってシュンタラララララララ嵐の上に行っちゃうわけよ。嵐の上に行っちゃうわけよ。ね、どうやったら嵐の上に行けるのかっていうと、さっきの40代の女性でなんかね、なんか時計を作ってるとか、なんかペンダントを作ってて、会社の人がね、こうやって自分でやっと綺麗って言って、会社の人がそれやめてくださいって言って、あなたを落とそうとするっていうか、それで自分でこれがリフトのコツっていうか、こうやってリフトするのね。あなたは自分に嘘をつくのか、わかる？今本音の時代なんだよ。本音で会社に、いや大丈夫ですって言って、私はこれ好きなんでって言って、あなたの世界、あなたの幸せを他の人に合わせるのか、なぜ合わせるのか、それは愛から来ているのか、ね、それか恐怖から来ているのか。それが恐怖だったら、そこがあなたの今グライダーでナウシカみたいに飛ぼうとしてるんだけど、そこが重りになっちゃってるのよ。その恐怖がこうやって飛ぼうとしてるんだけど、
飛ぼうとしてるんだけどね、こうやって高い音で。これが恐怖の音が、これがあなたの重りなのよ。そんなことやっちゃダメだよ。周りの人から批判されるよ、会社から批判されるよ。それと向き合って、そこに本音で生きるのか、それかまたは嘘をつくのか、恐怖のために嘘をつくのか、これが本当の風の時代っていうコンセプトだと思います。リフトしていく、この低い重りを外すだけで、あれ嘘だったんだってなって、あなたがナウシカのグライダーみたいにシャーって上がっていくわけよ。でさっきの竹の時代、風の時代、竹みたいなポンってやって、天井があってポンってやってね、オクターブやろオクターブ、right? ね、もうそのあなたがその音を弾いているから、あなたがその重りを向かって上がろうとしているあなたを自分で落としちゃってるわけよ。そこの重りを切っていくと自然に上がっていって、人生っていうのは同じ人生、ピアノのね、この高い音、同じ人生なんだけど、あなたがどうやって曲を、ピアノの音を弾いていくのか、毎日朝起きて幸せの音を弾いていくのか、あなたというおりんを本音で回して、で他の人にこの幸せを、あなたがありのままでいるだけで、他の人がそれを見て、他の人も、ああもう大丈夫なんだって、もう時代が変わったんだ、そういう怖い生き方しなくていいんだって、だから今シフトが来ているんだよね。ね、風の時代、何の時代って呼んでもいいと思うよ。でもシフトはリアルだから。ね。All right. I love you so much. And I will see you in the next video. ありがとう。ぜひチャンネル登録して、LIKE ボタンを押してくれるとすっごい嬉しいです。All right. Thank you guys.